シュティビです。そしてこんにちは、オジワイズです。お願いします。お願いします。ワイズベースボールフィールドさんに久しぶりに、来させていただいたんですけども、半年ぶりですね。そうですね、久々ですよ。お願いします。はい、お願いします。お願いします。ワイズベースボールフィールドさんのインスタグラムを拝見したんですけど、はい、なんか YouTube やられてますよね。はい、チャンネルは結構前からあったっては聞いたんですけど、実際なんか本格的になんかやってるのは最近見かけて。そうですね、今あのワイズベースボールアカデミーがずっとまあ1年ぐらい運営してるんですけども、そのまあアカデミーの中での教えてる内容をちょっとずつあの皆さんに教えていければなっていう形で、どんどん発信させてもらってるんですけども。なるほど。それであれですか、やっぱアカデミー生とか視聴者とかフォロワーさんが実際に足を運ばれるっていうのは。あ、来ていただいてます。あ、実際に。そうなんですね。はい、そこから入会していただいた方もいらっしゃるので。なるほど。そしてここはですね、今結構な方が野球スクールやられてますよね。そうですね、あのうちはまあ選手に選んでいただくっていうような形を取ってるので、まあ、うちでもいいですし、はい、元プロ野球選手そういった形でもできるような。そうですね、元プロとあと宮野原くんですよね。はい、あと女子野球、女子野球現役の選手たちが西武ですよね。はい、はい、とか結構ね、なんか僕らが2年前でしたっけ、1年前でしたっけ。1年前ですね。ですよね、はい、初めて来させてもらってからサインの数もすごい増えて。そうですね、おかげさまで。いろんな翔平さんのおかげ。いやいやいや、何言ってんすか、全然。何もしてないですよね、ねルイさん。何もしてないよ、俺らね。いや、もう皆さん繋いでもらって。いや、繋がりのある方々結構使ってるって聞きますし、草野球人もなんか実際に。そうですね、はい、来ていただいて。されてるって聞いた。この前翔平さんと試合したんだよっていうのも。誰だ誰だ。まあちょっとずつなんかね、もう大きくなって、なんか最初のね、フォーメーションっていうんですか、なんか変わってるなーっていうのも感じるし。そうですね、配置もちょっと変えさせてもらって、ね、まあ、お客様の、はい、いろいろ予防を聞いて。では、今回ですね、あの普段 YouTube でやられてる練習法をちょっと教えていただきたくて、はい、僕最近ちょっと野球スクールの別のところ で、 そうです、ね、はい、ちょっとこうなんか教えるというか勉強させてもらってるんですけど、はい、まだまだ僕も良平も練習法の知識が全くないんですよ。僕ももともとピッチャーでずっと来たんで、はい、で良平もキャッチャーだし、まあ、野手 の、 なんかその中身とか、まあ、バッティングの中身とか全然知らないので、もうちょっとでもいいんでちょっとなんか教えていただければ。わかりました、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、それではやっていきましょう。ではお願いします。はい、お願いします。これは何でしょうか。まあ、ちょっと翔平さん先ほどインサイドアウトちょっと覚えていきたいっていう形なので、はい、まあ、それに必要なアイテムをちょっと用意いたしました。ありがとうございます。で、まあ、インサイドアウト、まあ、基本的にバットが内側から出てきて最後押し出すっていう形なんですけども、こちらですね。はい、使ったことありますか。これはあるのかな。これ1個ですか。そうですね、1個パターンは昔ありますね。あります、ドラゴンバットなんですけども、はい、まあ、実際にこれがドアスイングになっちゃうとこの辺で鳴っちゃう、うんうん、ね、こんな形になっちゃうっていうので、これをまあ使ってちょっとこの出し方を強制していくという形なんですけども、はい、ちょっと一回振ってみましょうか。わかりました。バッチリですね。もうイグここでなって今、はい、完全に今ここなのでバッターが落ちちゃって、まだあれですね、もう少し前の方で鳴らす意識を。はい、そうです、そうです。これ試合ではむずいな。ここでしたね、今ね。すごいっすね。やばくない。最近野球やってないっす、全然。あ、そうなんですか。全然できてなくて。ちょっと遅いな。そうですね、最後ちょっとグッと押すような意識を持ってもらって。そうです、そうです。なんか恥ずかしいんだけど。めちゃめちゃ恥ずかしいんですけど。むずいっすね。難しいです、意外と。まあ、ここっすよね。そうです、そうです。インパクトの瞬間にバンと持っていけるような。こうっすか。はい、なんで本当にこれはもう素振りで使っていただくような道具なので、これでまあ一回ちょっと自分のインパクトの瞬間を確認していただくといった形で、はい、まずやっていただくのがいいかなと思います。はい、そしたらこちら、どうですかね。フィールドボード知ってます。はい、これもインサイドアウトバットというその名の通りのバットなんですけども、これも落ちてしまうとこの辺で、で、内側から見えるようになるようになります。こういうケース。もう実際にボール打つができるので。あ、そうなんですか。はい、これを使って実際に打ってみよう。わかりました。はい、あ、硬いな、ここ。そうなんですよ。ここもなんかブランブランしてるのかな。これ木？これ木なんですよ。プラスチック。プラスチック。はい。じゃあ実際に打ってみてください。怖っ。
やばいこれ。え、今も完全に終わってましたね。ここら辺でもう。マジですか。はい。来ちゃったので。もうきっかけですね、それは。全然ダメです。待ってください、ちょっと。これ意外と難しいですか。恥ずかしい。ああ、いいですね、いいですね。いいですか、今。はい、今はないです。右手が返っちゃうとどうしても、結構落ちちゃうので、このままずっと持ってくれる意識を。はい、いいっすね。今のいいじゃないですか。めっちゃいいっすね。今のめっちゃ良くない？4回目にしたもん。4回目にしたコツをつかむ。はい。もう完全にこれインサイドアウトじゃないと当たらないので。そうなんですか。ちょっと普段通りいきます。これダメ。普段通り、はい、普段通りこれがダメっていうのが分かりますね、これね。これちょっといいな、これ。これいいっす。これちょっとやってみる、ちょっとやってみる。絶対やだよ。あ、これやばい。無理だって当たんないだろ。これちょっと慣れないと最初は。え、やばい気がする。ああ、ちょっと開き早いですね。開き早っ。全然ダメじゃん。無理だよ、これマジむずい。体が開いちゃって、でもインパクトがここら辺になってる。ああ。結局ドバンになってます。いいんじゃない。ああ、今のダメだった気がする。わかる。一個前の方が打感全然良くてね。今の最悪ですもん。そう、大久保やってるの。大久保超ヘッズレイギュラー。超ヘッズレイギュラーいきますか。超ヘッズレイギュラーやってみた。ああ、いいっすね。お前、いいっすね。やるな、お前。やるな。意外とセンスありますね。右手の使い方がすごい上手いっすね。なんか悔しいんだけど。ああ、いいっすね。なんか悔しいな、なんか。おい、やったな、今。こういった形で、あのフィールドホースさんが出しているこういったアイテムを使いながらアカデミーをやってるんですけど、あともう一つはい、ちょっと使っていきたいと思います。え、これで打つんですか。これに当たらないように打っていただきます。当たらないように。はい、実際に自分のバットで大丈夫です。大丈夫ですか。いや、すごい意識しちゃう。次打ったらいけんの。あー、いいですね。いけた。これヘッド落ちるともうすぐ当たっちゃうので。そうなんですか。めちゃくちゃいい出し角です。こう落ちないの。そうなんです、落ちると当たる。ちょっと難しい。あ、全然当たんない。いいですね。なんか上手くなってる。上手くなってる。マジですか。小学生なんか本当によくヘッド落ちちゃうので、このまま行った時にバンと叩いちゃうんですよね。アトムソース。そうね、小学生よくあるんですよ。え、か、はい、え、わざと俺こっちに。あ、こうする、はい、と当たっちゃう。なるほど、なるほど。これでインサイドじゃないですけど、このままやっと持ってこないと。なるほど。これやっぱいるよ、確かに子供こう。はい、ヘッド落ちてこのまんまガンって右肩が落ちてるっていうのを強制するやり方を。なるほど。あ、すいませんでした。そんなバーっていくと思わなかった。本気でこうだった。本当にこうなるぐらいだと思ったら本気で飛びます、これ。そうだね、そうですよ。子供だったらやばいだろう。あれ、なるほど。なんで人によってこの位置を変えていただいて、なるべく当たらないように内側からバットを出すといった形の練習をやってます。君やってみろ、ちょっとこれ。俺一瞬でこっち飛ばすと思う。うんうんじゃない。うんうんじゃないんだよ。普通に振って、普通に振って。絶対やめろよな。あ、危ない。今ギリだった。今、そして今めっちゃ開きました。めっちゃ開いた、めっちゃ開いた。頼むよ。すごい。もうちょっと前に近づいてます。近づかれてます。絶対来るこれ。ちょ、もうちょっと下がる。こっちに。そう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 。窮屈。ない、気にせないと思って。ないと思って。今度せいに。でも残ってる意識があると。スイング中は
あーいいですね。なるほど。俺絶対下がるから、そのマジでその意識はなくなる。でもここにぶつけちゃいけないっていう意識を持ちながら出していけるっていうのを、まあ、ちょっとした強制ですけどできればなっていう形でやってもらってます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、はい、今回伊佐子さんに、バッティングの練習ですね、3種類教えていただきました。なんか意外とセンスあったんじゃないですか。ないか、ないか、ないか。今までの自分のバッティングちょっと見直そうかなっていう意識になれたんで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、この後あの守備の方、はい、別の動画でやらせていただくので、次のね、あの動画もお楽しみください。そして、ワイズさんの YouTube チャンネルも、ありますので、動画の概要欄に貼っておきますので、チェックよろしくお願いします。ではチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。